こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブロードシャイン、好スタートを切りました。キュートサウンド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブロードシャイン行きました。続いて前へ行くのはクリスマスクラフト、さらにはサラトガシンボル、1番イバンカ、その後ろ。では前の方からクリスマスクラフト先手を取りました。並んで9番キュートサウンド、その外からグロリーシュガー、その外にアラビアバッグ、ブロードシャイン、そのうちに続いています。黒の帽子クリアクロケット、その後ろ青の帽子ベガ、いい位置につけました。すぐ後ろにイングランドフレイム、白の帽子イバンカ、その後ろすぐ隣にセカンドシーカー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サラトガシンボル、2番手はクリスマスクラフト、キュートサウンド、3番手ベガ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサラトガシンボル、クリスマスクラフト続いています。キュートサウンド、その後ろ、その隣からはグロリーシュガー、アラビアバッグ、その後ろ、内からはブロードシャイン、その隣からはクリアクロケット、ベガ続いています。イバンカ、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ10番サラトガシンボル、2番手はクリスマスクラフト、キュートサウンド、3番手ベガ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 ベガ差を広げる。2番手はクリスマスクラフト、ベガ今ゴールイン。段違いの強さです。ベガ1着、2着はエイコンパス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。